今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。濃姫による信長暗殺未遂、同盟決裂にも値するこの事件を信長は誰にも語らず握りつぶした。織田家と斎藤家の同盟は維持され、尾張では今川義元との再戦に備える日々が続く。一方、美濃では斎藤道三がある重大な決断を下す。それは信長に美濃を譲るという驚くべきものだった。かねてより自身の冷遇に不満を抱いていた斎藤義達は激怒し、美濃の黒人衆を抱き込んで挙兵。義達は優勢に戦いを進め、道三を追い詰める。道三の危機はすぐに信長にも伝えられた。長良川の戦い。親父殿は美濃を義達ではなく俺に譲ると言ってきた。そのために義達に背かれ死地に追い込まれている。承知していますが、こたびは傍観すべきです。兵を出したところで勝てる見込みはありません。もう決めたことだ。俺は美濃へ行く。気が進まぬなら来なくていい。皆にもそう伝えよ。兄上、父を救いに行くの？あなたを殺そうとした男だというのに。親父殿は俺の器を測っていたのだろう。結果俺は美濃を取る名分を得た。恨みはないかといって報いるほどの運もないはずよ。座して待つだけでは滅びるのみ。それを俺は父に学び、父は親父殿との戦いの中で学んだ。俺は尾張を他人にくれてやるつもりはない。故に俺は俺のやり方を貫く。それだけだ。お前も来い、貴重。親父殿もお前に会いたかろう。身内同士の殺し合いを見届けろと。酷なことを言うのね。俺のやり方見せてやろう。
親父殿は詐欺山城で包囲されているようだな。義達の執念、これほどとは。まずは親父殿に組みする将たちと合流する。ミスミス打ち取らせはせん。急ぐぞ。対岸に陣取っているのは義達の手勢か。面倒だが、奴らを蹴散らさねば先へ進めんな。皆詐欺山城から目を離すな。親父殿が撃たれては戦の名分が立たん。進行は阻止せねばなるまい。開門。義立方の将が邪魔立てするなら切り伏せるのみ。あの旗印、織田の加勢か。信長殿、敵将打ち取ったぞ。させていただこう。信長様の前に敵はいねえな。突出とは青いの。この俺を止めようとて無駄よ。ながらも勇猛なる立ち回り、我らも織田の働きに報いなくては。猛禄したな親父。美濃は俺に任せて安らかにくたばれ。この大バカ者が。佐助殿、美濃の未来はこの真理。打ち死に。父上、そんな。親父は死んだぞ。奴に味方していた者は命が落ちけら今すぐ俺に下るがいい。今義達様に逆らっても無駄死にか。父さん様、みんなごめんなさい。この上は義達を討ち、俺が美濃を積む。親父殿に組みしていた将らとの合流を急ぐぞ。打ち死に。信長殿、この度の援軍恩に切る。父さん様はすでに。ああ、一足遅かったようだ。光秀、お前は義達に下るのか。あのような知れ者に仕える気は毛頭ない。俺は道山様への忠に準じる。明智殿は義達様に歯向かうおつもりか。ならば望み通り死ぬがいい。よもやこれほどとは。諦めるのか。諦めると思うか。そうだ、お前もうつけだったな。やるか。ああ。
吉達に恩を売っておいて損はあるまい。織田ごとき踏みつぶしてやろうぞ。開門！まず吉本様、やむを得ん、撤退するぞ。とどまっては被害が増えるばかりだ。勝利条件変更。敗北条件変更。俺が敵の目を引きつける。メイツヒレはその間に追払いをしておけ。すまない信長殿、生きて共にこの窮地を脱しよう。死にくれてやる慈悲はない。残らず叩く。吉達、吉本を呼び込んでいたと。今は無用な戦いは避けよう。承知した。信長殿に報いるためにも広瀬への道は俺が切り開く。うぬらん残らず拙者の手柄となるがよい。福兵、私の天命もここまでに。父上、討ち死に。俺をうつけと侮ったか。聞かせていただこう。やはり兄上はお強い。参るか。身の程知らずめ。何やら騒がしいな。こっち周か。急ぎ向かうぞ。敵の注意がこちらに向いたようだ。俺たちも先へ進むぞ。ここを抜ければ清洲も近い。皆気力を絞り歩を進めよ。バカな、遅れを取るだと。
将討ち取ったぞ。耐えきれず引かせてもらう。やはり兄上はお強い。かなう相手ではなかったか。開門。道が開けた。これで撤退も容易になるはずだ。承知した。足を救われたか。敵将、討ち取ったぞ。引かせていただこう。モノノフはすべからく核あるべし。ここは引こうかあるまい。従わぬアホどもは親父と一緒に承知した。江戸に送ってやるわ。いける。させてやる。誰もと幾度壊れようが貴様に捧げる忠はない。義達様が引いちまった。俺らは一体どうすりゃいいんだ。止めよう。とて無駄よ。これが今取れる最上策だから。ごめん、何も聞かずに僕と戦って。お見事にござった。信長こそが天下無双よ。
承知した。いいこと？おじさまの期待にしっかり応えるのよ。ああ、分かっている。兄上、申し訳ありません。俺たちは先を急ぐ。立ちふさがるなら容赦はせん。バカね、飛び出してきて倒されたいの？ここで果てるわけには。許さないんだから。信長様の前に敵はいねえな。壊してくれ。今川の将である限り、いずれまた兄上が戦わねばならないのだろうか。なんとかここを渡したか。だが斎藤が、ミロが失ったものはあまりに大きい。道山様、前を向け。光秀、生ある限り進むことはできよう。信長殿、俺は国元へと帰ろうと思う。義達の脅威から寺領と民を守らねば。そうか、世話になったな。あ、では俺はこれで。待て、光秀、お前もやれ。こうか。よし、収めろ。これは誓いの証だ、男と男のな。生きろよ、光秀。信長殿、どうか達者で。なあ、またな。
辛いか、機長。わからないわ。ただ言えるのは、私にはもう何もない。父のため織田家に来たけれど、父はもういない。あなたも私を妻にしておく理由はなくなったわね。ならば出家して親父殿を弔って暮らすか。そうしたいなら止めはせぬが、もうお前を縛る者はどこにもいないのだ。この先は好きに生きたらどうだ。そうね、考えておくわ。信行、また説教か。兄上のやり方が間違っているとは申しません。しかし家中の者たちが疲弊していることも事実。兄様はもっと周りの声に耳を傾けた方がいいよ。尾張を守りたいって気持ちはみんな同じはずだし。綺麗事を並べたところで乱世に飲まれるのみだ。俺は俺のやり方を変えるつもりはない。兄上のやり方に皆がついてこられるならば、私も喜んで兄上を支えるのだが。私にはまだ何が正しいのかわからないな。この乱世に正しき答えなどありやしません。しかし家中に積もる不満はもはやどうにも。馬の調子はいかがですか。またお世話させてくださいね。よし。信ずるは己が力のみぞ。この乱世、私に何ができるのか。
このうちは誰にもやらぬ。過ぎて話にならぬ、押されておるか。急げ。過ぎて話にならぬ。人の身にさわけ目が往生するがよい。聞かせていただこう。感謝いたす。過ぎて話にならぬ。ほれ、
してくれようぞ。暗示片付いたな。よし。ごゆるりとおくつろぎくだされ。お帰りですか？またどうぞ。